インポスター、よきっとすごくね、今日インポスター引きまくりじゃん。じゃあ次は誰を殺す？僕が竹殺そう。どういつ行くか、いつ行くか。竹行きてえな。猫さん、よし、猫さんのですよ。もう、わかりました。ねえねえ、見た。そうですよ。ちょっと待って、猫さん、猫さん、ひどいよ。猫さん、猫さん、そうです、絶対そう。すごい。見ちゃいました。猫さんが殺してるの見た。絶対そう。猫さん、インパスター。落ち着いて。ミヤコさんだぞ、これ。シールドわかるよ。シールドの上、ナビの左で、ミヤコさんが殺して、おたおたしてるところを逃げ。ミヤコさん、ちょっと、本当、マジだ、これ。ミヤコさんだったらやばい。いや、マジだよ、これ。本当にミヤコさんだよ。じゃあ、逆に言えば、ミヤコさんかうんこさん、どっちかが鬼ってこと。そうそうそう、そうなる。そうなる、そうなる。じゃあ、その2択のどっちを信じるかって話になったら。いや、最悪ここスキップでもいいよ。でも、ミヤコさん、でも。え、ミヤコさんミヤコちゃんがなんか。ミヤコさんはさ、どういうルートで来てたの、まず。私はアップロードしてて、それで下に、お散歩してたら、なんか、骨があって、そしたら、もう、加藤さんがうろうろしてたんです。それで私に報告しました。なるほど。なるほど。本当に違うよ、みんな。本当にそうなんですよ。じゃあ、今回、前提としてはどっちか絶対釣りましょう。ここは、もうそのままにしちゃいけないから。そうですね。猫さん、発見者を見てた時に、発見したら俺のことなんですよ。そうだよ。なんか、分かった、一回、分かった、これは、俺、まだ余裕あるから、宮子さん鬼なんだけど、ここスキップでもいいわ。ああ、その手で来たんだ。ちょっと、あ、だって今スキップの。そうでしょ、殺人鬼。いや、俺もう絶対うんこ。ゆうた殺さ。おい、ゆうた上行ったぞ。ゆうた殺さ、ゆうた絶対殺さ、マジで。ゆるさ。ゆうたマジでゆるさ。え、何を話したんですか？どうした配信の流れ的にスキップがいいかなと思ったんですけど、同じく。どう考えてもうんこちゃん怪しいんで。なんでちょっといいね。怪しい。ね、今の、今見てた。なんでですか？教えてください。教えて、なんで？やこさんがナビの上のとこで、なんかぐちょぐちょやってたんで、はい、仕事こなしてました。そう、仕事やってたと思うんですよ。で、僕、みやこさん鬼だったらすぐ殺してきそうだなと思って逃げたんで、そこにいたのは分かってて、だからそこで、多分うんこちゃんが犯人なんじゃないかっていう。そうだろ、みやこさんが逃げたんだろ、みやこさんが逃げたんだろ。で、その後に、タケが殺されたんだよ、みやこさんに。タケは、タケナビの左。おい、待って、カモナシ、タケナビの左で死んでたんだぞ。俺は死んだ。だよ、タケが死んだらナビの左だよ。まずいね。そうだよ。タケがさ、まずいね、それは。ナビの隣？そうだよ。あ、ほんとだ。ほらいいや、くるめられてる。いや、でも、でも、ミヤコさんは見たんですよね、加藤さんが。来ました。私も見て、いきなり報告し始めましたよ。レポート。はい。
のは絶対どっちか鬼なのはもう絶対明らかなんで、じゃあもうだから釣った方が良くないですか。まあ確かに、じゃあそ、それだけ怖いですか。うんこちゃん怪しい。このままなんか乗られちゃいしたら殺されちゃいますよ。ここはな、じゃあここはめ、じゃあみやこさんでいいでしょ、みやこさんでいいでしょ。ちょっと待って、そう、みんなダメだよ。ちょっと、その僕もだって今やっぱもう、みんな誰に言ったの。俺、絶対にこの人だよ。俺、みやこさんに入れた。加藤さん、みやこさんはね、やってないやがと思うんだ、あの時から。現行犯、いや、これさすがに、でもさ、ちょっと待って、これさすがに俺入れてない。やったこれローラー完成した方がいいんじゃない。そうそう、中ないから。みやこさんがボタンを座って、そうね、ちょっとみやこさんに言ったりしてください。やべ、みやこさんパッションが強すぎる。パッションが強すぎる。やばい、パッションが強すぎるんだけど。おい、舞台ぐらいパッション使ってきたぞ。あ、30秒のクルクルタイムが会議終わった後に絶対起きるんで。終わんないんですよ、私黒じゃないので。ゲーム机を叩いてパッションをね、しかもゲームしてます。いや、俺はみやこさん白だと思う。あと、ハンジャも白だと思うんですよね。俺、さっき二人きりだったけど。どっちでもいいんだけど、村側の目線で考えたら、みやこさんには死んでもらった方がいいかなっていうのは。いや、今のところ、俺的には鬼やかカモノハシかなっていう。カモノハシさん、あなたですね。わかってますよ。うんこで刺しめ、ずれたのか決めて、こいつな、ずれたのか決めて、信じらんねえよ。俺はドラ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 。ねえ、おかしくない？ちょっと待って、私全然私もう。いや、みやこさんちょっと怖いんだけど。みやこさんパッション強すぎるだろこれ。え、ハンジョ待って、ゆゆうたの可能性ない？いや、ないだろ、ないだろ、キャモロハシ、おキャモロハシばっかじゃん。俺何もしてねえもん。え、だって俺ユウタさんから見てるから、ユウタさんにも俺白出しされてるから、うん、え、繁盛です。まあユウタさん次第だけど。ちょっと待って、まだ80秒あるから、80秒あるから、うん、そうだね。で、俺なんでユウタさんに信じてもらいたいかっていう点が1個あるんですよ。ユウタさんカフェテリアいたんじゃないですか。はい、うんうん、いた。で、俺多分そこで殺したら多分勝てるんですよ、鬼だった場合。ああ。いや、そのだから鬼だった場合。でもこの数殺してるから普通に殺せなかったってのもあるだろうし、だって3人死んでんだよ。あ、そうだ、死んだ時間でも2人だけじゃねえこいつ。思ってる。やばいやばいやばい、あと18秒。やばいだろ、黒は。俺10だ、語ってる。カモノハシ、ごめん、俺カモノハシ。ミラコさんだぞ。俺じゃねえ。いや。いや、どうだろうこれ。え、クロールの勝ちだよな。なんだこれ。いやー、死ねー。ほんとごめん、違ったな。ざけんなよ、マジで。えぇ、嘘。最悪だ。いやー、もう。いや、あの、逃げるだよな。余裕だわ。余裕だわ。なんだこれ。みやこさんのパッションが強すぎるんだけど。ねえ、だって本当なんだよ。繁盛さん、うまいけど、それに比べてうんこちゃん。コード一緒っすかこれ。ちょっと待って、このユウタ偽物だぞ。このユウタ偽物だろ。え、待って、俺はまだ入れてない。偽物こいつ殺してください。また偽物だよ。